犬塚惟茂は、大日本帝国海軍の軍人、ユダヤ問題研究家。最終階級は、海軍大佐。ペンネームは、宇都宮望陽。本籍佐賀県。佐賀藩士、翻訳家、犬塚弘道の長男として、東京で生まれる。新明期余後生まれは、毎日新聞婦人記者、帝都日日新聞記者を経て、1939年春、政府が正式に富具計画を承認すると同時に、読売新聞上海特派員となり、上海で犬塚と初対面し、間もなく、犬塚の妻となった。早稲田中学校を経て、1911年7月、海軍兵学校を卒業し、1912年12月、海軍少尉に任官。肥前、春日、八雲、北条、木曽、日進の各分隊長を歴任したほか、海軍大学校専科学生としてフランス語を学んだ。1923年12月、海軍少佐に進級。なお、中尉時代に、第2特務艦隊所属の駆逐艦、榊乗組として、第一次世界大戦に参戦。榊は、地中海で雷撃を受け、艦首が切断し、艦長、上原太一少佐以下59名が戦死したが、犬塚は混乱した状況で、事態収集に努めている。その後、武蔵運用庁、軍事参議官、鈴木貫太郎大将、同、山下源太郎大将の、各副官、舞鶴洋工部副官兼参謀、フランス大使館付武官補佐官となる。フランス語を学んだ犬塚であったが、発音が通じず、ノイローゼ気味となり、一時静養している。1929年11月、海軍中佐進級。第一艦隊兼連合艦隊副官、富士、熊野、各副長、運送官、陳太特務艦長、軍令部第3部出使などを歴任し、1934年11月、海軍大佐に進級した。軍事普及部委員、上海出張駐在。県支那方面艦隊司令部付となり、1939年12月、予備役に編入され、引き続き機関長を嘱託された。太平洋戦争開戦に伴い召集され、支那方面艦隊司令部付、佐世保鎮守府付、鹿野丸監督官、生島丸艦長、第2海上護衛隊司令部付、同運航指揮官、横須賀鎮守府付、第31警備隊司令、横須賀鎮守府付となり1945年5月、召集解除となった。1946年3月から翌年7月まで、マニラにおいて、戦犯容疑で拘留された。1939年夏、犬塚機関が、上海のフリーメイソンリーの拠点3カ所を、強制捜査し、再使用具、新旧問答集など、大量の貴重品を押収した。押収物は、極秘軍令品として1942年春に、上海から東京に運ばれた。押収物は新明紀余後が直接運び、自宅の庭に隠していた。戦後、GHQ は押収物を回収すべくその行方を探したが、当時、新明紀余後は、犬塚と正式には入籍しておらず、犬塚の妻であることを知られていなかったので、その追及を免れることができた。犬塚の死後、未亡人となった犬塚清子が、それらの上海フリーメイソン文書を公開し、ソ連、支那のメイソンが大東社系であること、当時の中国国民党内部に、支那人のメイソンが多数いたことや、彼らがフリーメイソンリーを介して、アメリカ・イギリスの意向を組む行動をとっていたことなどが明らかとなった。戦中の日本の対ユダヤ方針は、英米との関係改善、独伊との提携強化など、国際情勢の変化で変わっており、犬塚のユダヤへの対応も時期によって異なる。軍令部第3部勤務時代に、ユダヤ人研究を始める。1936年、国際政経学会発行の、国際秘密力の研究を、宇都宮望陽のペンネームで分担執筆している。反ユダヤ色の強い論文、評論が中心である。他、若宮宇之助、桜沢五一らも執筆している。1939年3月から1942年4月まで、日本海軍のユダヤ人問題対策機関、犬塚機関を指揮している。新明起用後は犬塚機関の事務補をしていた模様。1939年、ナチスドイツの対ユダヤ人政策への批判を織り込んだ、ユダヤ問題と日本を出版。犬塚は次のように主張した。この現象は、2000年来地球上をさまよい続けた、東洋人種なお人々の東洋還元である。言葉を変えれば、古代の日本民族指導下から乖離した、なお人民族の基準である。しかし、現状では基準とは言い難い。むしろ、日本へ反逆し、東亜から日本勢力を締め出し、彼らのみの天地を建設せんとしていると思われるのが、今時事変化の彼らの行動である。その主因は、彼らの日本研究不足、特に、日本精神の無理解と、民族性の誤判断から寄ってきたるところ多大であると、言えよう。我々はまず、事変化国民の人中報告の行動をもって、現実に、彼らに、これを教え、かつ、日本学の確立、日本古代文化史の展開をもって、彼らの門を開くべきであろう。その結果、彼らが善否を悟り詣い来たるまで、我々はあぐまずたゆまず努力するのも、新東亜建設者の責任である。犬塚が、小古代史観の持ち主であったことが伺える。1939年、犬塚惟重海軍大佐、安江典弘陸軍大佐、外務省の石黒四郎の3名による、海峡及びなお人問題委員会は、日本は、上海郊外に、ユダヤ人自治区を設立して、さらに多くのユダヤ人を集めるべきであるとの見解をまとめた。ドイツの軍下がチェコ、ポーランドと進むにつれて、数百万のユダヤ人が世界各地に逃げ出さざるを得ない状態になった。しかし、彼らの目指すアメリカ、中南米、パレスチナなどは入国者数の発給を非常に制限し、ほとんどシャットアウトの政策であった。そうした中で入国ビザなしに上陸できたのは世界で唯一上海の共同租界日本海軍の警備する鉱工地区だけだった。自治区は設立されなかったが日本海軍のユダヤ人問題対策の担当であった犬塚は日本人学校校舎をユダヤ難民の宿舎に充てるなど上海のユダヤ人の保護に努力した。1939年ユダヤ人問題対策に専念するため、自ら請願して退役して、予備役となり、支那方面派遣軍艦隊付きの嘱託になる。1941年12月27日、従員召集令状により現役復帰。1941年12月30日、犬塚の具申により、上海海軍武官府特別調査部が新設され、その部長になる。1942年3月7日、艦隊勤務へ戻るため上海を出港。犬塚の後任には、実吉敏郎陸軍大佐が上海に赴いた。1943年、フィリピンに転任。1945年、結核のため帰国後、5月30日に退役。1946年、犬塚は終戦直後に、戦犯容疑で GHQ に拘束されて15ヶ月間マニラで服役生活を送る。裁判では上海でのユダヤ人難民救援活動の功績を認められて難を逃れた。1951年、犬塚の公職追放解除。1952年、会長に犬塚惟重、副会長に三浦寛三、名誉会長に三浦の友人である。下中弥三郎、理事に、中里義美、顧問に、山本英介、佐伯義郎、中木典一、小笠原隆二、山根木倉技師関係者、が集う日なお、懇話会が発足した。1982年、イスラエルのヤド・バシェムで、犬塚の遺品が永久展示されることになった。高木 P78AB 丸山直樹、1930年代における、日本の反ユダヤ主義国際大学中東研究所、起用、国際大学中東研究所、1988年、日本軍政下の上海に、ユダヤ絶滅計画は存在したか、実吉敏郎海軍大佐の未公開文書より、菅野健次、京都ユダヤ思想、10号、2019。ありがとうございます。